一部最後の3人目の作曲家は私になります。私は、まあ、自分で愛をキーワードにということで、愛をテーマに何を書こうかと、もともと実は愛で書きたい曲がありました。私は森林浴がものすごく好きで、で時々八ヶ岳に行ったりするんですが、まあ、そこでのこう森の中でこうなんていうんですかね、静かな中でこう佇んで、オゾンの香りとかですね、まあ、いろいろな意味でこの森に癒されたりして、非常に感謝の思いがあるんですけどもね、その森のこの朝というのもこう気持ちがいいですよね。鳥がこうさえずったりですね、そして夏ですと、まあ、虫がこう元気に活動したしたり、おそらく森には、妖精がいるんだろうなとこう思ったりですね、何かそういう存在たちに感謝の思いを込めて、曲を書きたいなと。そして、まあ、この曲の冒頭の部分はまさにその朝の始まりのような風景から始まります。そこでこう様々な動物たちや小動物、小動物小鳥、そして、妖精、そういった存在がこう朝だよ朝だよってこう何か楽しそうにこういる様、そういったことを木管楽器でこう表現してるんですけども、それがこう今度は俯瞰の八ヶ岳のこの大きな山の大地がわーっとこう見えてくるような、そんな風景に変わっていって、その後はもう森への愛の思い、森からのまた人間たちへの思い、そういった愛のメロディー、私の方は考えるところの愛のメロディーがどん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 綴れ織のようにつながっていって、また最後は森の風景に戻り、まあ、今度は森の夜に向かって静かに終わっていくというような楽曲なんですね。それではお聴きください。森と大地への参加です。